車で行こうです今回取り上げる車は韓国のヒョンデブランドの最新モデルアイオニック5です日本ではかつてヒュンダイと呼ばれていたヒョンデなんですけれども撤退から12年ぶりの再上陸となりますワールドカーワードのカーブザイヤーをはじめ EV 部門賞 デザイン部門賞も受賞した今世界が最も注目している車の魅力を探っていきます東京・原宿・名古屋・福岡と各地で期間限定の展示・試乗会を実施ヒョンで公式サイトでオンライン購入を可能にするなど新しいユーザーにアプローチする取り組みにも注目ですはいそれではポイント見ていきましょうヒョンでは韓国最大の自動車メーカーでありグローバル展開を果たしています 今回日本に導入するのはバッテリーブイのアイオニック5と燃料電池車ネソ、未来志向の車を提案しています。アイオニック5のエクステリアは機械学的でシャープなフォルム、パラメトリックピクセル LED ランプが特徴的です。パッケージ面では3,000ミリのホイールベースを確保、自由な移動が可能なセンターコンソールやリラクゼーションコンフォートシートなども装備し。 快適な空間を実現しました後席のシート調整など車両の状態を一元管理できる一体型ディスプレイはタッチパネルで操作が簡単にできます先進的な技術としてウィンカー操作と連動してブラインドスポットの映像を表示して安全性を確保するシステムも装備しています バッテリー V ィ専用の E-GMP プラットフォームは新しいライフスタイルと多様なニーズに応えるため、革新的な空間を作り上げ、優れた走行性能と安全性、航続距離の充実を図ります。バッテリー容量58キロワット時の後輪駆動モデルで航続距離は498キロ、72.6キロワット時の後輪駆動モデルで618キロ。 四輪駆動では577キロですヒョンでアイオニック5の価格帯はご覧の通りとなってます今回も高速道路と一般道を試乗し走りの実力を検証しますまたインポーターをスタジオにお招きしてお話を伺いますはいそれではこの後試乗レポートです 韓国から発信する今時 BEV、ヒョンデアイオニック5。今回はラウンジ AWD に岡崎五郎が試乗します。 ンン for the life さあ今日はヒョンデの作るバッッテリー、e、アイオニック5に試乗しています今回満を持して日本に再上陸を果たしてきたということになりますが面白いのはこのアイオニック5というバッテリー EV とそれからネッソという水素燃料電池自動車この2台で。 再参入をしてきたとということなんですね本当にこう大量に売れる車を、えー、幅広いラインナップでドーンと入れるっていうよりは、まあ、現実的な、えーまあ、ビジネスのやり方なんだろうなとは思います。さあこのアイニック5なんですけれどもご覧のように本当にデザイン的にものすごく個性的ですよね。 実はこの車ワールドカー・オブ・ザ・イヤーでデザイン賞を取っています、えー、そのぐらいこのデザインっていうのは世界中で高く評価されているんですが感、えー、心する部分でもあります、まあ、インテリアなんかも、えー、すごくこうシンプルな EV っぽい作りっていうんですかね EV 時代もう先端的なデザインっていうのはこうなるんだよっていうような、えー、そういうこうシンプルさを持ってますねあっさりした感じの中に決してこうユーザーを 飽きさせないそういうこう仕掛けなんかも結構凝らされていてなかなか僕はこのインテリア気に入りましたねまあ、結構この車いろいろ考えられていて例えば車線変更するのに今ウインカースイッチを押しますねこのウインカーを下ろすとメーターパネル内に右側の後方ですねが カメラで映し出された映像がこのメーター内に表示されますあるいは街中で左折する時の巻き込み防止なんかにもすごく効果発揮してくれそうですねすごくいいアイデアだと思いますさあ料金所からのフル加速ですおお。 こう来ましたね今実はスポーツモードを選択してドーンと踏んだんですけれどももう間髪入れずにこの四輪駆動ですけれども、えー、このモーターが生み出す有り余るほどのパワーを路面に伝えてドーンという加速きましたね。さあ一般道に降りてきました今上り勾配なんですがまあ余裕は十分十二分にあるといったところです。もちろん こういうところで、あのアクセル踏んでも全然こう。うるさくはならないですし。まあこういうとこ来るとやはりバッテリー ev のその快適性っていうんですかね。すごくはっきりと出てきます。さあ、これからいつもの荒れた路面に入っていきます。こういうところを来るとうん。あの？さすがにちょっと硬いなっていう感じ。強まってきますね。 ただし床ががっちりしてるんでもう硬くてもそんなにこうえ振動が残って嫌な感じという乗り心地ではないですね実はこのアイオニック5はブレーキペダルは本当にこう摩擦式のブレーキペダルとしてしか作用しませんそういう車の場合ってやはり回生ブレーキをオフにして街中なんか走ってるとどうしても 無駄なエネルギーを捨ててしまうことになるんですね電費を良くするためにはやっぱりこれは基本街中ではワンペダルで走るのをお勧めしたいです今ポーンとアクセルを離しても、うん、なかなかうまくコントロールされてますねなんかこう前に積んのめるようなぐーッと減速度が強く出過ぎることもなくて結構これはね人間の感性にうまく寄り添った 原則を作り出しています、はい、これからワインディングに入ってくるんでちょっとドライブモードスポーツモードにしてみましょうかもう途端にこのパワートレーン元気になりますねすごくこうビビッドな反応を示すようになりますはいでコーナーでの挙動どうでしょうかうんやっぱりね重心がまず低いそれから えー、全幅が 1890mm っていうことでかなりワイドトレッドなんですねでそういうこう素性がいいのですごくどっしりしてる、えー、これ安定感は相当高いですねヒョンデアイオニック5なんですがすごく先進的で尖った個性的な ev に仕上がっていましたねあのヒョンデというブランド今や世界的にかなり注目されてるし調子もいいんですねただ日本ではやはり過去のえ撤退もあってなかなかこう浸透していない、えー、それがこの車をきっかけに今後かなり僕は注目されるんじゃないかなと思ってますはいそれで安全性の評価にいきましょうアイオニック5の評価このようになりました よくでできましたですそして、電費なんですけれども、えー、今回 VTR のような走りをして、えー、すごいいい数字出たんですよ、1キロワットアワーあたり7.6キロ、これ、このクラスのこの重量の車としては相当いい値です。ちなみに当日は最高気温26度、最低気温20.8度、えー、なかなか、ね、あのエアコンとかあんまりつけなくて済むいい状況だったんですがでもこの、ね、電費には驚きました。 ともちゃんどうでした？はい、後席に座ってみたら背中をマシュマロみたいに受け止めてくれるシートで、うん、眠りを誘いましたね。<laughs> なるほどね。はい、はいえー。ということで今回はスタジオにインポーターの方にお越しいただきました。ヒョンデモビリティジャパン株式会社の佐藤健さんです佐藤さんよろしくお願いします。はい、佐藤でよろしくお願いいたします。佐藤さん、今回このアイオニック5なんですけれども、あのー、まあ日本に参入してきた大ニュースになっているんですが、はい、それ以前に世界で 結構これ評判良かったですねそうですすねでに、まあ、アメリカそれからヨーロッパで発売しておりますけれども、はい、かなり好評いいただいてますね僕も審査員やってるワールドカーアワードでは、えー、オーバーオール最高の、ねまあ、総合的な優勝者になったしデザイン賞を取って EV 賞も取ってるって3冠なわけですよ。 これどううでしょうあのご自分でこの車がこんなに高い評価を得ている理由ってどんなふうに分析されてますかあのそうですかそそでねやっぱりそのデザインの部分はまず一つ大きな、はい、ところがあると思います。はい、それから、まあ、電気自動車としてあの快適性もそうですけれども、うん、いろんな使い勝手がいいい、まあ、いろいろ家電製品電気使えたりとかですね使い方が広がるという部分でもかなりお客様からご指示い,ただいてるんですね、うん、あのやはり、ね、電気自動車を買うお客さんって何か新しいものが欲しいと思うんですよ。うん はい、そういう意味で一番こう重要なのって僕は見た目で新しさをアピールすることだと思うんですがこのアイオニック5のエクステリア,テリアデザインってなんかこう何ていうのか今まで見たこともないようなすごく個性的なんですがヒョンデのデザイナーたちって ややっっぱり結構自由にららせてもらってもる感じなんですかそうですすそうねあの今、各国にいろいろデザイナーがおりまして、はい、でデザインに関しては各国でまずコンペをやりまして、うん、そこからこう優秀なものを選んで、うん、それを、まあ、さらに磨いていくというような手法をとってますので、うんまあ、まさにそのダイバーシティといいますかはい、はい、多様性でいろんな考え方を取り込んだ新しいデザインが生まれてきているんだと思いますね。な、はい、なるほどねあとと僕面白いなと思ったら運転席に オットマンがついている、はい、あの今まで助手席についているのありました、はい、運転席について,るって面白いるというです、ね、あのやはり電気自動車の場合は充電する時間、あのドライバーの方にもリチャージしていただくということで<う>くつろいでいただけるようになっていすよ、ね、なるほどじゃあもうバッテリーならではのアイディアというところですね、はい、そうですねねそうではここでアイオニック5のユーティリティチェックですまずは後席への乗り込みです。 まキーのロックを解除するとドアハンドルがせり出してきてまあ、これを掴んで開けていきますドアの開き具合も結構しっかり開いてくれますしそしてこの着座位置なんですがほんの少しだけ乗り上げるイメージでも開口部自体は結構しっかり開けているので乗り込みやすい印象でした実際の空間です床はフラットなんですがまあ、膝前もかなり広くなっておりましてまあ、この状態で原骨5つも入っちゃいました 頭上はガラスルーフがついているんですがこの状態で原骨1.5個分ですそしてシートを見ていくとここにアームレストが内蔵されていて引き出すとドリンクホルダー2つついてますそして足元を見ていくと USB の口が2つついてますねさらにこのシートなんですけど実はこのように電動でスライドしてさらにはリクライニングもしてくれるので車内でくつろぐことができます。 そしてこの下の方を見ていくと a c 1 0 0ボルトの外部充電機能ありました、うん、そしてこちら開けていきますと電動開閉式のテールウェイトついています開口部自体はまあ上が若干傾斜しているものの開口部自体はかなり広く取られています奥行き幅ともに実用的な空間確保されていますで、この床下の収納もありまして開けていくと充電用のケーブルが入れられるようになってました 後部座席のアレンジは60対40の分割可動式、まあ、リアのホイールハウスが少し張り出してますがかなり実用性、高そうですねうんいや僕びっくりしたのはウインカーレバーがちゃんと右側に移動してるんですよね。はい、あの輸入車で普通左にいいいてるじゃないですかはい これ日本専用に作ったんですか。そうですね。あの、うん、やはり日本国内ではまあ、95%ぐらいの方は日本メーカーの車を乗りになってますんで、はい、やはりその方だったら右側にウインカーレバーがあるのが普通だと思いますんで、うん、あの日本向けはあえてこのように変えましたね。細かいことまでねちゃんとやってくれてますよね。うん、で。 走りの方なんですけれども、はいあのー、やっぱり EV に対するなんていうのかな、あのいろんなこうイメージで遅いんじゃないのとかって思ってる人多いと思うんですがこれ、乗ったら結構、覆されちゃいますねそうですね、かなり速いですね。でも、その速さはあるんだけれども、決してスポーツカーのようなではないっていうのは、これ、走りではどんな方向を目指したんでしょうか。かやはりそのリビングルームのような室内、快適性っていうのもありますので、はいうん、走りもその快適性。 っていうのを突き詰めていますね。うんうん、まあただ早く走りたい時にはきちんと早く走れると、うん、そういった動力性能を持ってますね。はいはい。まあ、あのそういう意味では結構これだけのバッテリー容量ルあれば長距離走る人も多いだろうし。し、はい、っていうので、結構こう。快適な移動っていうのを提供します。よっていうコンセプトなんでしょうね。そうですね。まさにそうだと思いますね。うん、あの他に例えば最近は結構バッテリー v でも。 選択肢増えてきましたでテスラみたいな化け物、はい、ブランドもありますと、はい、そんな中でどううなんでしょうヒョン,ンデとしてはどんなところをアピールされてるんですか そうですね。あのやはりえっとこの車いろいろと使い道が非常にこう使われる方によって広がると思うんですね。はい、あのその快適性っていうのはどなたでも楽しんでいただけますけれども、うんうん、えいわゆる VTL と呼んでますけれども、あの家,家電製品100ボルト、はいはい、1600ワットまで使えますので、うん、まあ電気製品をお出かけ先で使っていただくということも、うん、いろいろ使い方が広がると思いますね。うん、ねコンセントとかね輸入車普通ないんですけどちゃんとついてるんですね。そうですね。ご用意いたしました、うん。はい、佐藤さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 ヒョンでアイオニック5の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸これ、優れたパッケージング、先進的デザイン、えー、プラス、やはりバッテリー v としての基本性能の高さがすごくよくできているんですね。まあ、基本性能っていうのはどういうものなのかって、まあ、走り、曲がり、止まるっていうのはもちろんそうなんですけれども、プラス、やはりこう電費がいいとか、それから急速充電器に対応する、 能力が高いものすごいこう高出力の急速充電器にも対応できるよみたいなところでいくと本当にこの車バッテリー V としての基本性能の高さがものすごくいいレベル高いレベルにあるんですねプラスこのねあのパッケージングデザインなんかもキラリと光るところがあるんでトータルとしてとても魅力的な一台に仕上がっていると思いますえー、まずこれはですねエーダス系の熟成度がも言いしつかなとああのー、まエーダス系っていうのは先進運転支援ですね例えば、えー、レーンキープアシストとかそれから から前の車に追従するアダプティブクルーズコントロールのコントロール系がそうですね挙動がちょっと5年くらい前の日本車と同じレベルにとどまっているのでこのあたりがもっともっと洗練されてくるとさらにいい車になっていくと思います。ははい私は丸なポイント、はい これは新しい日常を予感させる独創的なデザインとあったら嬉しい機能が満載なところですまあ、内外装のデザイン、ユニークでそれでいて、辛口なのに不思議となじみやすくクリーンなイメージがありますまあ、他に類を見ない個性的なデザインが素敵だなと思いました また、それ以外の装備面では外部給電機能があったりあと充電しながらくつろげる運転席のオットマン、ふくらはぎを支えてくれたりするんですけどバッテリー EV と向き合う日常を快適に過ごせる工夫がいいなと思いました。 そしてバッテンこれはドラポジを合わせるときオットマンを収納したときにちょっと足に当たりやすいかなというのが気になりましたあの例えば小柄な女性の場合って、うん、アイポイントを高めるのに座面の位置を上げたくなるんですがそうしたときに座面がちょっと長めなのとそのオットマンの張り出しが若干あるのであのドラポジ取るのに少しし工夫が必要かななって思いました、うん、なるほどねこれ体型によっては気になる人が出てくる。 ということだねかもしれないという感じでしたということで二人の評価はこのようになりましたエンジンさあ今日はヒ日本でアイオニック5を取り上げたんですけれどもともちゃん改めてどうでしたはい。まあ以前ヒュンダイと呼ばれてましたが、うん、しばらく見ない間に世界的にはものすごい影響力を持っているブランドになったし、うん、最近韓国に人気あるじゃないですかうん、うん、だから若い世代にどう移るのかなって思いましたあ確かにねでもヒ日本ではもう グローバルだとホンダを抜いちゃってるんですよね、男子数でそんな中でのアイオニック5、本当に意欲作だと思うんですけれども、日本でこう買おうとしているお客さんにとってはいくつかちょっと、ね、不安な要素もあると思うんですけれども、まず1つはあのー、これ、 買ってから整備とかってどこでやればいいんですか。はい、あの整備に関しましてはですね、あの協力整備工場というのもすでにあの全国で十二箇所ほどご用意してまして、はい、これも今後増やしていく予定です。あとはあのカスタマーエクスペリエンスセンターというまあ直営のですね、はいえー、整備拠点であり新車も見ていただけるような拠点を用意していきますので、んあの一番最初はえ新横浜に作りますけれども、うこういったところで対応できるようになっております。なるほど。はい。あとはやはり十二年前のこととはいえ、一度やっぱりこう撤退をしたっていうのは結構マイナスなイメージってあると。 思うんですけれども、これどうなんでしょう。そこをもう一度こうやっていく。 にあたっての何かヒョンデの会社としてのステートメントみたいなものって何かありますかはいあのやはりこちらはですね再参入の記者発表の時に本社の社長もあの記者発表で話しさせていただいたんですけれども、うん、まずお客様の話をきちんと聞いて、うん、で、えーまあ、少しずつ着実に進んでいこうということであの今回かなりお客様からのお声を聞くという機会をたくさん設けております、はいうん、で実際今回もあの受注を始めます前に原宿の方でポップアップストア開きまして、うん、たくさんお客様をお越しいただいていろいろお 話をお聞きしつつ、うん、まあ修正すべき点は修正して、うん、今受注を始めているという状況ですね、うん、なるほど、ね、そしたらもうこれは今回やってきたんだからもう簡単なことじゃもう諦めて撤退しないよっていうような、はい、そんな感じで受け取ってもいいんですかねはい全く問題ございませんですんとなるとこのアイオニック5ともちゃん魅力的だね楽しみですねはい今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたそれではまた来週 旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひ お役立てください。エンジン